して、父と申します。自宅でできるトレーニングをやりたいと思います。普段私がクラスでやってるやつですので、します。スタンスを下目に開いていただいて、膝を少し曲げてもらいます。で、いつもこのぐらいで立ってるのを、幅取ってもらって立ってください。で、軸がしっかりと持てるように、こう開かないように押さえたところ。で、そこから、まず大きく、ロールを出していきます。で、呼吸は忘れないように。で、次、胸を使っていきます。これ、チェストすっごい出していきます。で、床をしっかりと踏みながら。で、固定するのはあまりしなくて、股関節、骨盤の方も大きく使っていきます。ここで胸だけにならないように大きく使っていきます。で、それの次に肩を回します。ここも全体、体を全体使っていきます。さらに前回し。これ肩だけにこうなるんじゃなくて、膝、骨盤のね、肩と一緒に使っていきます。で、そこから手を開いて。で、これもさっきと同じように、胸と背中一緒に使っていきます。で、これが手の範囲が狭まらないように、できるだけ大きく、前後ろ、前後ろ開いていきます。で、そこから右手。で、これも、膝が曲がる、曲げたまま、伸びきらないように。少し軽くクリエしたところから伸ばしていきます。では背中の方をぐーっと一つずつ伸ばしてるイメージ。前に大きくかがまないように横に大きくストレッチしていきます。で、最後引きました。そしたら、右手を押していく。で、これ一つ自分の体より一つ後ろの壁を押していくような感じ。で、微低なんですけど、手首だけにならないように、肩と後ろの方を使っていきます。最後。で、この時もスタンス広めで、次、前の方。これはバスケットボール、ドーンドーンとついてるように、肘曲げ伸ばししていきます。手だけにならないように。で、こう大きな幅を狙っていきます。そしたら、最後、大きく振って、これはさっきと一緒ですね。伸びきらないように伸ばします。そしたら足、床から浮かせていきます。さらに遠くに手を伸ばすように、前の方を意識して、で胸が前にこう行かないように、大きくオープンしていきましょう。はい、そこから手を回して。で、ここは背中の後ろの筋肉をぐっと押しているようなイメージ。上がってこないように。で、後ろ。前。小さく、早く。結構きついです。じゃあ次、足いきます。左から。大きく前屈から足を寄せてくるんですけど、この時に足が床から浮かないように、吸って、戻す。で、戻す。で、骨盤もここで固定しなくて大丈夫。一緒に、お尻と一緒に足と。持っていく。で、頭の高さが上下しないようにコピコピコすると簡単になってしまうので、そのまま結構きついです。前の太ももを大きく負荷かけていきます。反対も。で、手は自由でいいんですけど、呼吸を一緒にやっていきたいので、あまりここで止めない方がいいか。ぐーっと足についていく。で、次それは手の、膝を手の上に置いて、間違えた、膝に手を置いて、後ろ。で、これやったら骨盤をぐっと下ろしていきます。お尻ここで固定させないで、下ろす。下ろす。いいですね。戻す。で、しっかりと寄せてくるときにお腹を集めていくイメージ。ぐっと伸ばしたままになって、さらに大きく負荷かけて、膝が、後ろの膝が曲がらないようにしてください。伸ばす。で、反対。はい、そしたら、もう少し、ミニスクワット。こんな感じで、
でここまでで終わりになります。